といって、新潟のね、戸焼市で平成15年8月に作られて、もう21年経ってます。はい。で、まあ、このモーターカーは、ご存知だと思いますけども、夜間、現場まで行って、採石を下ろす、そういうような作業用機関車になってます。で、大体昼間ね、こういうふうに石を積み込んで、こう乗せて、大体これ、一つの車両が約6流、採石6流で約10トン積み込んで、それが5両編成で運びます。で、まあ、で夜、まあ、昼間こうやって積み込んで、現場で、こういう、こんな感じでかってパラパラパラっと、こういう上がった状態を順番に下ろします。で、時にはね、ガサッと下ろすこともあります。こういう感じで。はい。で、まあ、連結を変えると、採石じゃなくてレールまで運ぶこともできます。はい。まあ、そういう作業用機械車になっております。まあ、なかなかね、いいこともないので。